ビデオ・ダイアリー、ノベンバー・ザ・ツイ・ナインズ・ツイッセブティン、バイ・ヒロシ・ハマ・マスリー・ジャパン。ビデオ日誌、2017年11月29日、林宏です。おはようございます。昨日は、一日中と言いますか、ワイフが、 自分で見た光について話していました。で、私がそれを UFO だよというと、その都度ですね。顔をやや傾けて、そうかなというような顔をして見せます。つまり、小型なんですよね。しかも、 円形球形球の物体というよりもずっと長く伸びていった光の何て言うんですかね線のようなというか私はあの話を聞いてあの風船がありますよねあの細長い風船あれを膨らましますとずっと膨らんでいきますよねまあ,あの風船を私は見ていませんので 想像しましたまた、あ、その話をずっとしています。まあ、昨日の話はもうそこまでにしておきましてですね、まあ、そういう一日でした、まあ。今朝はその話はまだ今のところありませんで。今日は最初に気になったことがありましたので、えー、動画を作りました。でその後 たたった今、その編集が終わりましたので、えー、レンタリングも終わりましたので、今、このビデオでありを編集していますというか、を作っています。でタイトルを3人のイエス、説としました。で、なぜ、その先にこの動画2450号を作ったかというとですね、 朝、運動しているときに、どうも腑に落ちないと言いますかね、ことがあったからですで。それはまあ、簡単に説明すればですね、要するに、本物のイエスと替玉のイエスがいたことはもうこれは証明、私は何度もしてきました。処刑されたのはもちろん替玉イエス、つまり人間と神の間に立ったと言いますかね、うごめいたと言いますか、その神のまあ手先と言いますか、 操り人形といいますか、まあ、いろんな言い方ができると思いますけども要するに、まあ、人間と神の間にいて人間との接触を保ったのがこれが替え玉イエスということになるわけですで図らずも処刑されてしまったということですねその様子を描いたのがアンギャリの戦いということになります一応レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたということになっていますが 繰り返しますがレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家は存在すらしていませんでしたでここで2人のイエスが登場するわけですよね替え玉イエスと本物のイエスということになるわけですけどもじゃあその本物のイエスが本物のイエスかというと実はもう1人いるんですよねつまり全部で3人いるわけですさらにその上にもう1人のイエスというふうに考えたらいいのかあるいは あるいはということになるわけですけども、1500年後のルネサンスの時代に、もう一人のイエスが現れるわけですよね。まあ、それ以前にも現れていたのでしょうけれども、検証可能という範囲でのイエスではなくてですね、例えばセント・ジェロームもその中のワン・オブ・ゼムということになるわけですけども、まあ、セント・ジェロームの、ね、検証はできませんので、まあ、1500年後のイエスということで、まあ、セント・ジェロームを検証しているわけです。つまり、 そこのその1500年後のルネサンスの時代に現れたセント・ジェロームこそがですね実はもう一人のイエスと考えたらいいのかですけどももう一人のイエスということになりますよね怪玉のイエスは処刑されていますからそして本物のイエスもいるわけですからそして1500年後にもう一人のイエスが現れていると。 それがセント・ジェロームということになるわけです。まあ、セント・ジェロームという名前で表現されている、あるいは描かれているイエス・キリストといった方が正確ですよね。名前は何でもいいんですよ。はいまあ、それをセント・ジェロームとしてダヴィンチが書き、シノレリンが書いたということです。繰り返しますけども、シノレリンの顔に大きな鼻と髭をつけたのがダヴィンチという、まあ、描くといいますか、それはいたわけですけどもね。いわゆる人間の ダビンチはいたわけですであの老人になってからの,あのややこしい話になりますけども老人になってからの自画像というのもありますね。私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像。自、まあ、画像というのは2種類あるわけですけどもね。若い時の自画像の,あのレオナルド・ダ・ヴィンチ。それから年を取った時の自画像のレオナルド・ダ・ヴィンチ。この2人は全く似てませんからね。別人です。でそのの年を取った方のいわゆる、まあ 自画像として描かれている、いわゆるレオネレオ・ダ・ヴィンチというのが、まあ、本物のイエスということになるわけですけどもね、基本的には。分かりやすければね。要するに、この3人のイエスが出てくるわけです。つまり、イエス3人説、バイ・林博士・ヒロシということになるわけですけども、まあそれを、それをこれからおいおいまとめ上げていきたいと思いますけども、ほぼ私は確信しています。つまり、3人のイエス、 説ですね。林ですというふうに考えると謎がすっきり解けるということです。でまあ神々というのは一般的には人間との直接的な接触はしませんね。これは。できるわけがないわけです。またそのレベルではないわけですよね。ですからまあ神々というのは人間との間にもう一人階玉つまり操り人形を置くということです。 でその操り人形を見て、あ、これがイエスだ、これがマリアだ、これがヨハネだというふうに、まあ私たちは言っているに過ぎないということですね。まあ他にもいろんな替え、まあ、玉っていうのはいたわけですけどもね、まあいろんな場面でいろんなふうに出てきます。シェイクスピアもその一人だと思います。それから、まあ今日今この見ていただいている動画はですね、まあこれはパブル・ピカソという画家はいたと、いたと思います。しかしそのパブル・ピカソを指導して,なしていたのが、 本物のイエス、つまり1900年後のイエスということになるわけです。その証明をですね、この動画の中でしています。興味のある方はどうかご覧になってください。つまり、このパブロ・ピカソの「ゲルニカ」の絵の中にはですね、パブロ・ピカソ自身も知らなかった事実が織り込まれているということです。つまり、私、林がですね、林博が発見した 私、林博史しか知らなくて、そして私、林博史が発表した動画の中の事実がこの「ゲルニカ」の中に描かれているということです。イコール、まあ、私が発表したときにはもうすでにパブル・ピカソはもう死んでいますからね。いないわけですから。ですから、パブル・ピカソが知る由もなかったことがこの絵の中に隠されて描かれているということは、パブル・ピカソも1500年後のイエスの り人形芸術家であった可能性が高くなったイコール操り人形と考えて良いわけです。という説なんですよね。まあ、とんでもない話を説をですね、林博士がどん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 発表しているように思うかもしれませんけども、まあ、その私の説をですね、私はありのままを証拠を添えて皆さんにお見せしていますので、あとは皆さんの判断にお任せします。つまり、一般に言われているように、ゲルニカのね、あの戦場を描いた絵であるのか。 それともそうでないのかという判断は皆さん自身がなさればよいことだと思います。私は事実と、そしてその証拠を皆さんに提示しているだけですからね。私はそう思う。まあ、その結果、そのように思うというふうに、まあ、皆さんにお伝えしているだけなんですよね。ですから、私がまあこうしてあげる証拠をですね、皆さん自身が見て判断して、そして自分で結論を下すということです。 やっぱり林博の説はおかしいと思われるならばそれはそれで結構なことだと思います私は構いませんしかしこうした証拠を見て事実を見てですねそして皆さんが林博が正しいという風うに思ってくださるならばそれはそれでま結構というよりも嬉しいです分かってくださる方がですね一人でも二人でも増えるということは私にとっては大変嬉しいですしかし私あのちょっと余談と言いますかあの脇に反れてきますけれども私自身は 皆さんをね、騙したり、あるいは嘘をついて、あ変な方向に誘導しようとか、そういったあのい意図はね、みじんもありませんので、まあ、その辺んは、まあ、冷静、客観的に判断していただければ結構です。あともかくも、まあ、ここで今日ですね、イエス3人説というものを、まあ、今までは2人説ということで頑張ってきたんですけども、どうも説明がつかないんですよね。つかない。まあ、あっち行ってもボカン、こっち行ってもボカン。 という,ような感じでで壁にぶつかるわけです3人説にすればすんなりといくわけですよね。まあ、それで謎が解けたと言いますかあの。そういうことはよくありますけどもね。あのー、自分で、まあ、ある説を唱えていくんですけども、どこかでやっぱり壁にぶつかるわけです。説明,足り足り説明できない部分が出てくるわけですよね。でそういうときは、やはりこう、まね言いますか、別の説を立ててと言いますか、さらにその説そのものをですね、まあ 訂正修正じゃなくて、さらに発展的に、まあ、あの解釈して説を補っていくということは、私の場合は、あそのしょっちゅうあるわけではありませんけどもね、まあ、時々あります、まあ。ともかくも、イエス3人説を唱えることによって、初めてその、いわゆる、まあ、イエス、キリストの、ね、謎が解けていく、ある解けるということになるわけで,ですから、まあさ、どうしてももう一人イエスを立てなければならないということで、まあ、イエス3人説を 取り上げさせていたただきましたその証拠が実はあのゲルニカという絵、絵画ということになります。そういう視点でもう一度私の動画をご覧いただければ本当に嬉しいです。ということで今日はですね、まあ簡単ですけども、あイエス3人説、えー、ピカソの描いたゲルニカイコール、あれはゲルニカという戦場を描いた絵ではない、神々の世界を描いた絵である。 そのことをピカソ自身も知らなかった、イコールピカソもですね、知らないままそのよう指導によって書かされていたということになるということです。えつまり、パブロ・ピカソもあやつり人形芸術家の一人であったということになります。レオナルド・ダ・ヴィンチ氏のレディ、それにベロッキョと並んでですね、他にもいろいろいますよ、レンブラントなどもそうです、あの時代のね。ですから、まあ、シェイクスピアも続きますし、それから、まあ、ごく最近では、まあ、 まあ、いろいろありますけども、その話はまた今度ゆっくりとしたいと思います。ということで、ここで一度、あのいわゆる、まあ、ビデオ代理を切っておきます、えー。つなげて、その、今朝発表した動画をですね、この後につなげておきますから、よろしかったらご覧ください。それでは皆さん、今日、えー、木曜日ですね。明日ちょっとあのいろいろと忙しいものですから、はい。いらんことですね。では皆さん、バイ Wikipedia English writes about Guernica as follows. The painting was created in response to the bombing of Guernica, a Basque country village in northern Spain, by Nazi Germany and fascist Italian warplanes at the request of the Spanish nationalists. Upon completion, Guernica was exhibited as a Spanish display at the Paris International Exposition in the 1937 World's Fair in Paris and then at other venues around the world. The touring exhibition was used to raise funds for Spanish war relief. The painting became famous and widely acclaimed, and it helped. Bring worldwide attention to the Spanish Civil War パブロ・ピカソの代表作でもあり最もよく知られた作品がゲルニカですゲルニカというのはナシスドイツ、イタリアおよびスペインの国粋主義者たちに爆撃され破壊された スペイン北部のバスクの田舎の村の名前ですその爆撃を題材にして繰り返しますその爆撃を題材にして書かれたのがそのゲルニカと呼ばれる絵ですがその絵は1937年にパリで開かれた万博会場を並びに世界中で公開され それによって、スペイン内戦は広く知られることになり、同時に世界中から救済資金が集まったと言われています。が、あの、ゲルニカは本当に爆撃されたゲルニカをテーマにして書かれた絵なのでしょうかもしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。繰り返します。もしそうなら、 ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。つまり何の絵であるか知らないまま絵を描かされ、ゲルニカとして発表してしまった可能性があるということです。というのも、その絵の中には私、林博が発見し、林博しか知らない事実がその絵の中に隠し込まれていたからです。つまりピカソも 1950年後のイエス自身であった可能性がぐんと高くなりました。その証拠と証明。広志林ハママ・シティ・ジャパン。 前もって話しておきますが私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は存在すらしていませんでしたルカ・シヌレリの顔に大きな鼻と髭をくっつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになりますつまりレオナルド・ダ・ヴィンチとルカ・シヌレリは一人二役の芸術家であったということになりますしかしそれは今日のポイントではありません ルカシノレディはたくさんの絵画を残しています。そのルカシノレディの描いた絵の中にこのような老人が時々現れます。この老人は誰かということですね。で、私はこの老人は1500年後のイエス・キリストの自画像といいますか、実像であると判断しました。ミラノの セムシ男とも呼ばれていましたミケランジョロの代表作であるピエタ像もこの人物が彫刻したものと私林博は判断していますミケランジョロ自身は彫刻をしていませんでしたともかくもここに描かれている老人は誰かということになりますが一応セント・ジェロームということになります右がレオナルド・ダ・ヴィンチが書いたとされる セント・ジェロームですこのセント・ジェロームとそしてシノレディの書いたセント・ジェロームは同一人物ですそれもそのはず元の画家は一人1500年後のイエスということになります他にもセント・ジェロームらしき人物はいろいろな絵に描かれています比較してみてください これがセント・ジェロームイコール1500年後のイエスということになります痩せこけてそして独特なポーズをしています今赤くて囲ったのが本物そして中央にいるのが要するに替え玉イエスということになりますこうして並べてみるとこれらの人物が同一人物であることがわかります まこのような形でルカ・シノーレリなる芸術家を通して1500年後のイエスはこれが私なんだよということを示しましたつまりこれが1500年後のイエスの実像ということになりますがそれも今日のポイントではありませんセント・ジェローム4世紀後半に現れてラテン語の聖書に翻訳した カトリックにおいては中高の祖ドクター・オブ・チョーチと目されている重要人物です現在の今も9月30日のセント・ジェロームの命日にはカトリックでは盛大な祭りといいますか追悼祭をしていますセント・ジェロームというのはそういう 人物イコール神ということになるわけですけどもその戦闘ジェロームがパブロ・ピカソの「ゲルニカ」の中に描き込まれていました。By 林発見ですでその戦闘ジェロームは、まあ、神とも言えないしかし人間とも言えないつまりデミゴットである可能性がぐんと高くなりました。 左がシノエリの書いたセント・ジェロームそして右がダ・ヴィンチが書いたセント・ジェローム、まあ、このような独特なポーズをしている点に注意してくださいまっすぐには立てなかったものと私林宏は判断していますで顔を比較してみるとひげ,ひげのあるなしはありますがこれら両者は 全く同一人物であることがわかりますそして右のダヴィンチ・ナルカ家が描いたセント・ジェロームはダヴィンチが他に書いたイエスの顔と一致します。その称号もこの後皆さんにご覧いただきます。つまりここでシノレンが書いたセント・ジェロームとダヴィンチの描いたセント・ジェロームが同じということですね。 そして骨格に注意してください。人間の骨格ではありません。頸椎は人間は7個です。しかし、このラム属は13個あります。その細い頸椎を支えるために首のところ、頭の付け根から肩にかけて人間にはない剣が走っています。左は人間ではありません。その証拠が別の絵に描かれています。左はダヴィンチが描いた、まあ、解剖図ということになっています。 骨格に注意してくださいつまり右のセント・ジェロームはシノリの書いたセント・ジェロームということになっていますがこのセント・ジェロームは人間ではないということになりました。なります。モーフィングしていました。そしてその証拠が解剖図の中に描かれています。同じ人物ですね。でこの人物の目に注意してください。 右の解剖図も一応レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる解剖図です。この目、瞳に注意してください。向かって左の目は瞳が崩れているように見えますが、向かって右の目に注意してください。同じ表現でミケランジロンが失礼なの礼拝堂の天井画にその目を表現しています。この目に注意してください。左右反転してみます。 目に注意してください。目に注意してください。縦性一本だけの目で、瞳であることに注意してください。つまり、このような形でダ、ダヴィンチも、そしてミケランジェロも、ここに描かれているのは人間ではない、つまりデミゴット、半身、半人であることを示しています。もう一度、この解剖図を見てください。まあ、この顔と そして、まあ、右のミケランジェロの描いた顔を比較してみてくださいそしてその顔は先ほどのセント・ジェロームの顔と一致していきます骨格も一致していきますつまりセント・ジェロームは少なくとも人間ではなかったということになります縦線1本だけの瞳に注意してくださいで結論ということになりますが そのセントジェロームがパブロ・ピカソの描いた「ゲルニカ」の絵の中に描き込んであったというわけです。となると、この「ゲルニカ」の中には3人のイエスがいるということになります。それについてはまたの機会に述べるとして、で、結論をもう一度ここで確認しておきたいと思います。パブロ・ピカソの描いた「ゲルニカ」です。この絵のの絵中にには下の方に 処刑で殺されるイエスそして右下にセント・ジェロームが描かれています。この赤い丸で囲んだのが処刑される替え玉のイエスです。馬に踏みつけられています。そして両手を広げて向かって左側の手には聖痕が描かれています。上は、えー、レオナルド・アヴィンチになる画家 画家が描いたとされるあんやりの戦いの絵ですやはり馬に踏みつけられて頭から血を出しているイエスが描かれています血のように見せかけていますが独特のいわゆるまあ、隠し絵騙し絵ということになりますこれは降臨を表したものです By サトシ・モリモトですそして、この手の甲に注意してください。この手の甲,手の甲には、聖魂が描かれています。つまり、これが処刑されたイエス・キリストということになります。手に聖魂がある点に注意してください。そのイエスをですね、パブロ・ピカソがゲルニカの中に描き込んでいます。なおこ、こうした事実を発見したのは、私、林博です。 つまりパブロ・ピカソには知る由もなかったということですということになりますとパブロ・ピカソもその意味も分からずこの絵を描いたということになりますこれが処刑されたイエスですそしてもう一人右下に、えー、セント・ジェロームが描かれていますセント・ジェロームです独特なポーズをしている点に注意してください そのポーズと先ほどお見せしましたセント・ジェロームの絵とのポーズを比較してみてください。反転してみました。左はダヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームです。同じポーズをしている点に注意してください。片方の足を立ててですね、そして一方の足を後ろの方に後方に伸ばしています。左がセント・ジェロームですから、右もセント・ジェロームです。バイ林・ハヤシ・ヒロシ発見です。 でこのような形で、えー、ピカソは戦闘ジェロームを絵の中に描き込みました。この人物こそがですね、もう一人のイエス・キリストということになりますが、ゲルニカにはもう一人のイエス・キリストが描かれています。それについてはこの続く動画の中で説明しますが、中央で、えー、統治を持っているイエス・キリストがいます。 ということは、この絵の中には3人のイエス・キリストがいるということになります。イエス・キリスト3人説、バイ・林広ということになりますが、それについては、今後、さらに検証を重ねていきたいと思います。 Wikipedia English writes about Guernica as follows. The painting was created in response to the bombing of Guernica, a Basque country village in northern Spain, by Nazi Germany and fascist Italian warplanes at the request of the Spanish nationalists. Upon completion, Guernica was exhibited as a Spanish display at the Paris International Exposition in the 1937 World's Fair in Paris and then at other venues around the world. The touring exhibition was used to raise funds for Spanish war relief. The painting became famous and widely acclaimed, and it helped. パブロ・ピカソの代表作でもあり、最もよく知られた作品が「ゲルニカ」です。ゲルニカというのは、ナシス・ドイツ、イタリア及びスペインの国粋主義者たちに爆撃され破壊された スペイン北部のバスクの田舎の村の名前ですその爆撃を題材にして繰り返しますその爆撃を題材にして描かれたのがそのゲルニカと呼ばれる絵ですがその絵は1937年にパリで開かれた万博会場を並びに世界中で公開され それによってスペイン内戦は広く知られることになり同時に世界中から救済資金が集まったと言われていますがあの「ゲルニカ」は本当に爆撃された「ゲルニカ」をテーマにして描かれた絵なのでしょうかもしそうならピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります繰り返しますもしそうなら ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。つまり何の絵であるか知らないまま絵を描かされ、ゲルニカとして発表してしまった可能性があるということです。というのも、その絵の中には私、林博が発見し、林博しか知らない事実がその絵の中に隠し込まれていたからです。つまりピカソも 1950年後のイエス自身であった可能性がぐんと高くなりましたその証拠と証明広浜ある著名な美術評論家は次のように書いています 白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親狂ったように叫ぶ馬天を仰ぎ救いを求める者など逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。 なお闘牛や馬が意味するものとしては牛をファシズム馬を抑圧された人民とする解釈や牛を人民先生馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだとが本当にそうでしょうか順に解説してみますでは林博志方式でこの絵を検証してみますまず気がつくのは 中央上やや左寄りにある奇妙なこの模様ですこれは何かということですけれども私はこれを目と判断しました目の下から14本の光線が出ている点に注意してください右はフリーメイソンのシンボルマークですでこの目のような模様の下からも14本の光線が出ているのが分かります 14つまり 7×2、7はフリーメイソンの申請数です。ミトラ教の神聖数です。さらに言えばプロメテウスの神聖数ということになります。7×2 です。ここを確認してください。ラーの腕もやはり7本です。それから自由の、まあ、女神像と言われている像ですけども、光線が7本です。このように7、7、7、7、 でつまりこのような形でつまり目を描き14本の光線を描くことによってパブロ・ピカソは自身がフリーメイソンもしくはその上位団体のイルミナティのメンバーであることを示しましたその証拠がもう一つ描かれています中央に まあドアのようなものが描かれています私はこれをドアと判断しましたそのドアの向こうから一人の人物が腕を伸ばしその手の先にトーチを持っていますこのトーチに注目してくださいこの人物は誰かということですけどもこれが今日のこの動画の最大のポイントとなります左はイタリアの サント・アプリナーレ・ヌーボーの壁画に描かれているイエス・キリストです。その左手にはやはりト地が描かれています。この両者を見比べてみてください。注意深くご覧ください。この部分ですね、三角。そしてその上の膨らんだ部分。そしてその上のトーチの部分です。全く同じです。そしてそのト地を この人物が握っています。左がイエス・キリストですから右もイエス・キリストということになります。もう一度皆さん自身の目で確認してください。イエス・キリストが当時を持っています。それと同じ当時がケルニカの絵の中に描かれています。イエス・キリストということになります。では 左下の人物は誰なのでしょうかどこかの美術評論家が言っているようにピカソ自身なのでしょうか答えは NO です中央に馬が描かれています馬に踏みつけられていますこの構図はダビンチなる画家が描いたとされるあんやりの戦いの中の絵に表現されている構図と同じです アンヤリの戦いの中に描かれている右の丸の中の人物はイエス・キリスト自身です。頭からは血を流しています。そして馬に踏みつけられています。構図が同じです。頭の周りを見てください。血が流れて,ています。これは血を表しながらも、実はハロー、つまり降臨を、まあ、模したものだと判断しています。 これは森本聡さんという方が教えてくださいましたそしてこの人物がイエス・キリストであるという証拠はこの人物の左の手の甲を見ていただくとわかりますそこには「聖痕が描かれていますこうして1500年後のルネサンスの時代に現れたイエスは レオナルド・ダ・ヴィンチという名前の操り人形芸術家を通してそしてあんやりの戦いの絵の中に替え玉で処刑されたイエスを描き込みました頭からは血を流すその血が降臨をかたどっていますそして左手の甲には聖魂が描かれていますそしてその同じ構図がピカソの絵の中にも表現されているということですね右のような事実を知っていてそして動画で発表したのは 2012年以後の林博士ということになります。ピカソが知るよしもなかった事実ということになります。左下のピカソの絵の中に描かれている人物がピカソなどではなくてイエス自身だということはその絵の中にその証拠が残っています。この人物の手のひらを見てください。ここには五芒星が描かれています。 つまりこのような形で、聖婚をごぼ星に隠してピカ,ソはピカソが描き込んだということになります。わかりやすく言えば、シンボライズされた聖婚ということになります。つまり左下の人物はイエス・キリストということになります。繰り返しますが、パブロ・ピカソは聖婚を ういで表現したということこになりますでもう一度繰り返します。パブロ・ピカソの「ゲルニカ」です。左下にいるのはイエス・キリストです。馬に踏みつけられています。その構図はアンギャリの戦いの中に描かれているイエスと同じ構図です。アンギリの戦いの中にそのような隠し絵が仕込まれていたことを発見し、動画で発表したのはアリの戦いの中にそのような隠し絵が仕込まれていたことを発見し、動画で発表したのは 私、林博です。それ以前には、誰も知るよしもなかったことです。さらに、ここに牛が描かれていますが、闘牛の牛だそうです。とんでもない。これは闘牛の牛などではありません。これは、ミケランジェロがカペラシスティーナの天井画に描いた絵ですけれども、その絵の中に、ノアと3人の息子の絵があります。 左上に注意してください。ここには馬と牛が描かれています。牛といえば縁起を表すシンボリックな動物ということになります。馬はその息子のマルドックであると私は考えていますが、今のところまだ解説の段階です。ともかくもここに牛が描かれています。牛は縁起です。縁起のシンボルが牛です。つまりここに描かれているのは 神々であるとということになります。ではその牛の下の人物今まるで囲んだ部分の人物は誰かということですけれども女性と赤子のようです右はシュメールのイナンナですまたの名をイシタそしてヘブライ名をマリアと言います女王はラファエロの描いた聖母子の絵ですそれと同じ構図でパブロ・ピカソの中に 母と子が描かれていますつまりここに描かれているのはマリアということになりますそして赤子の目を見ていただきたいんですけども白目で描かれています死んだ子供の目ということになりますマリアは人間の子供を食していましたでは右下の人物は誰なのでしょうか 丸をつけてみます。色をつけてみますこの人物は誰かということですけれどもそのポーズに注意してください言うまでもなくセントジェロームですこれはダヴィンチなる画家が描いたとされるセントジェロームですけれども左右反転してみるとそのポーズが同じであることが分かりますつまり、 このような形でピカソはゲルニカの絵の中にセント・ジェロームを描き込んだということになります。皆さん自身でご確認ください。ついでですが、一人二役のもう一人の画家、ルカ・シノレッリもセント・ジェロームをこのように描いています。同じポーズです。つまり、右下に描かれているこの人物は、 セントジェロームということになりますで最後にもう一人人物が残ります一番右端の人物ですこの人物は誰かということですけども奇妙な壺のようなものの中に入っているのが分かりますそして小さな窓が描かれていますこれは何なのでしょうかそのヒントは神生な礼拝堂の 絵の中にありましたバプティストのヨハネが首を切られた時の様子を表した絵であると私、林博は判断しています。ともかくも向かって一番左のこの人物に注意してください。一見頭があるように見えますがこれは魂絵です。頭ではありません。 つまり穴ですそしてこの人物は壺の中に入れられていますそしてゲルニカの絵の中ではそれが四角いマーツとして表現されていますそして三角の壺の中に入っている様がわかりますつまりこの人物はカイダのバプティストのヨハネということになりますヨハネはこのような形で処刑されましたその動画はこの後につなげておきますからどうかご覧になってください で結論とということになりますパブロ・ピカソは戦場となった「ゲルニカ」を描いたものだと言われていますが本当にそうでしょうかもう一度皆さん自身の目でこの「ゲルニカ」を見てくださいそして皆さん自身で判断してください一番左にいるのはマリアです子供を抱いているマリアです そしてその上にいる牛はンキつまりプロメテウスを表したものです次にこの下の人物は替え玉イエス処刑となった替え玉イエスを表したものです上の目のような形はこれは言うまでもなくプロメテウスの目またの名を摂理の目と言いますそしてここに描かれているのはイエスキリスト自身です そのトーチ、シンボリックなトーチを持っています。サンタ・アブリナレ・ヌーボーのトーチと一致します。そしてその下にいるのがセント・ジェロームです。カトリック最大の功労者ということになっていて、そしてその右にいるのが処刑されたヨハネ、もしくはヨハネの替え玉ということになります。つまり、キリスト教の世界がオールキャストでこのように描かれています。 つまり戦場となったゲルニカの様子を描いたものではなくて神々の世界を描いた絵ということになりますそしてこの絵の中には私林博士が発見した事実ばかりが描かれています言い換えるとパブロ・ピカソもこの絵が何を意味するか知らなかったのではないかということになりますつまり パブロ・ピカソ自身がこの絵を1900年後のイエスによって描き与えられたということになるのではないでしょうかある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面 モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親狂ったように叫ぶ馬天を仰ぎ救いを求める者など逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている左下で倒れている人物はピカソ自身であるというなお闘牛や馬が意味するものとしては牛を ファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や、牛を人民先生、馬をフランコシュンとする解釈などもあるようだ。と、私、林広氏はノーコメントです。バイフォーナー Wikipedia English writes about the Holy Bible as follows. The Vulgate is a late 4th century Latin translation of the Bible that became the Catholic Church's officially promulgated Latin version of the Bible during the 16th century. The translation was largely the work of Saint Jerome, who in 382 had been commissioned by Pope Damasus I to revive the Vetus Latin or Old Latin in English, Gospels, then in use by the Roman Church. Wikipedia 次のように書いていてます4世紀後半にラテン語に翻訳され16世紀にラテン語版として交付された一般にはただヴァルゲートと呼ばれている聖書が現在カトリック教会の正式な聖書となっているその翻訳の主だった部分は382年に聖ジェロームが ダマスス1世法王によって依頼されそれまで古典ラテンと呼ばれていた別スラテンを聖ジェロームが改訂したものであるそしてそれが現在ローマンカトリックで使用されているとここで名前が登場してくるのが聖ジェロームということになりますまた聖書の流れについてはそれだけでも 一冊の本になるくらい複雑多岐に分かれていますのでここでは割愛しますそれがまた今日のポイントではありません今日のポイントは4世紀後半に聖ジェロームが主にヘブライ語の聖書をラテン語に翻訳したということそしてその時できたラテン語の聖書が現在ローマンカトリックではラテン語の聖書の 骨格とととなっているといるうことですその聖ジェロームは現在ドクター・オブ・チャーチと祀られカトリック教会の中でも最大の功労者と位置づけられています今紹介している絵画はアンドレア・デル・ヴェロッキオの描いた聖ジェロームです私林宏はこの人物こそが1500年後のイエス イエスキリストつまりルネッサンスの時代に現れたイエス自身の自画像であると判断しています広瀬林浜祭ジャパン Social Consciousness.com website writes as follows: Our history is not what we think. Over the past few thousand years, we have warped our own history. Our versions of the past has been mistranslated, changed, altered, and Skewed to fit our understanding of reality, and completely left our many things that we cannot explain. Today we are going to look at an alternate version of our history of Leonardo da Vinci. I Hiroshi, will present you here in this video some facts i have discovered that leonardo da vinci was a concocted puppet artist of jesus christ after 1500 years in the renaissance. the painter of leonardo da vinci did not even exist in the history. 私たちの歴史は私たちが思っているようなものではありません。つまり私たちの歴史は現実に合わせるため、誤訳され、変えられ、手が加えられ、ねじ曲げられてきました。そしてその結果、説明できないものをそのままにしてきたのです。私たちは今こそ もう一方の側にある歴史に目を向けるべきではないでしょうか。例えば、レオナルド・ダ・ヴィンチ。ダ・ヴィンチは1500年後のルネッサンスの時代に現れたイエス・キリストによって捏造された架空の芸術家でした。えつまり、ダ・ヴィンチなる画家は存在すらしていなかったのです。私、 林博史は、私自身が発見したいくつかの事実を皆さんにご覧いただきます。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチについての事実です。広ろしはやハママ・シティ・ジャパン。最初に皆さんに、1500年後、つまり、 ルネッサンスの時代に現れたイエス・キリストの実像をお見せします。これがミケランジョロの彫ったと言われているペータ像です。このペータ像の向かって左側、イエス・キリストの右腕に注意してください。この腕には奇妙なコブがボコボコと表現されています。このコブに注意してください。人間にはないコブですね。 特に肘から、まあその下にかけてですね、このようなコブが表現されています。そして上腕には、まあ人間にはないヒレのようなものが表現されています。まあ下の筋肉が盛り上がっているから、このようにも見えるということになりますが、その左側の側面には、やはりヒレのようなコブがあります。つまり上腕にはヒレがあります。このコブに注意してください。この コブがイエス・キリストの決め手となりました。バイ・ハヤシ・ヒロシです。で、このコブと同じものを、やはりミケランジローがカッシナの戦いのこの絵の中に描き込んでいます。向かって右側下、足の皮をベローッと剥いでいるこの人物に注意してください。靴下を剥いているのではありません。皮を剥いでいます。 頭には花冠をつけています。ここが重要です。つまり、この、まあ、群像の中で、この人物が王であることを示しています。そして左右反転し拡大しますと、その腕は左のペータ像に表現されているイエス・キリストの腕と一致します。古文に注意して皆さん自身で確認してください。右はやや影になって見にくいですけども、ヒレが表現されています。 注意深くご覧ください。つまり、左がイエス・キリストですから、右もイエス・キリストということになります。ここが第一のポイントです。古武に注意してください。左がイエス・キリストですから、右もイエス・キリストということになります。そして、頭には鼻かんぶりをかけて、かぶっています。この群像の中に描かれているのは、イエス・キリストの12人の弟子プラスマリア。 ということになります。同じ絵をですね、ミケラ、ダヴィンチがですね、スケッチ画の中に残しています。これがダヴィンチの書き残したスケッチ画ですけども、やはり同じように、コブ、ヒレが表現されています。このヒレに注意してください。 同じヒレが表現されています。人間にはこのようなヒレはありません。つまり一番左がジーザスクライストですから中央もジーザスクライスト。そして右のダヴィンチの書いたこのスケッチ画もジーザスクライストということになります。やはり肘の周りのですね、コブが決め手となりました。皆さん自身の目でしっかりと確認してください。皆さんこれが事実なんですよ。これが事実なんですよ。いろいろなことが言われてますけども、 これが事実なんですよ。まずそこにある事実を認めるということです。受け入れるということです。ここが重要です。いいですか左がイエス・キリストですから、右もイエス・キリストということになります。そして、この人物に注意してください。これも一応、レオナルド・ダヴィンチなる画家が書いたと言われている。まあ スケッチがです。この人物に注意してください。周りにいる人は、このイエス・キリストの弟子と、私、林、ヒロは判断しました。そして左がカッシナの戦い。ミケランジロがですよ、カッシナの戦いの中に描いた、あの足の皮を生えている人物と比べてみてください。一致します。まあ、まあ、このようにですね、一致するということです。それ以上言いようがありませんね。小さな耳、えー、小さな耳タブ。そして、鍵花。 ここですね、鋭い目、そして鼻がですね、わし鼻になっていて小さな小鼻、大きな口、鋭い目、細い眉毛、そして耳の下のこぶ、突き出た顎、割れた顎。順に皆さん自身の目で比較してください。これが、あまあ、 1500年後のイエスの特徴ということになります。そして右の顔は私たちが知っているダヴィンチのあの老人の自画像の顔と細部に至るまで一致します。その証明もこの後に出します。ともかくもこの人物が二人同じです。ということは左がイエス・キリストですから右もイエス・キリストということになります。わかりますかこれはイエス・キリストです。頭に花かんぶりをつけています。 王者であることを示しています。ここに描かれているカッシュナルジュの、まあ、群像の人物たちは、実はイエス・キリストの12人の弟子プラスプラスということになります。ああの水の中から手を出しているのはユダということになるわけですね、まあ。ともかくもこれがイエス・キリストということになります。ジーザス・クライストです。ここが重要です。皆さん注意深くご覧ください。これはイエス・キリストですね。今から2000年前。 イエス・キリストの、いわゆる、ま実像ということになります。そしてそれが、全く同じ顔の人物が、カッシナの戦いのミケランジョロの絵の中に描かれています。そしてその人物の腕と、そして右のペーター像のイエス・キリストの腕は一致します。このような形で、右がイエスですから、中央もイエス。そして左もイエス・キリストということになります。こうして繋がります。ジーザス・クライス、ジーザス・クライス、ジーザス・クライスです。これが事実です。 こうして三者がイエス・キリストということになります。繰り返します。一番左は2000年前のイエス・キリストの実像ということになります。そして、このような まあ、そうした顔をもとにしてですね、データベースが作られ、この老人になったイエスか、いわゆるダヴィンチの顔が捏造されました。そして、ここ、ダヴィンチはですね、いろんな人物像を描いていますが、全部一人の人物、すなわちイエス・キリストの顔ということになります。まあ、ダヴィンチなる、まあ、画家を通してですね、1500年後のイエス、ルネッサンスに現れたイエスはこのようにして、自分の自画像をいろいろな方法で残しました。細部に至るまでイボの、イボの位置、 小さな小鼻、大きな口、鍵花、まあ耳の下の小ぶ、小さな耳、すべて一致します。耳の下の、まあ、小耳ですね。も、耳たぶも一致します。まあこのように、まあ細胞を見ていきますと、違いがないという点で一致します。イボも一致します。二つに割れた顎、鋭いメスキ、細い眉毛。皆さん自身の目で確認してください。実はこれらすべて 1500年後のイエスの顔だということになるわけです。で、中央上の私たちが知っているダヴィンチの自画像も、その、いわゆる1500年後のイエスを元にデータを取り、そしてそれを変形させて描かれた、熱造した、まあ、熱された自画像ということになります。鋭い目、三白眼、注意してご覧になってください。そして、えー、いわゆるマレロナダド・ダヴィンチはセント・ジェロームの絵も描いています。これが、まあ、 500年後ですね。まあ、今から、えー、1500年前のイエスの実像と判断しています。順序がアベコベじゃないかと言われてますけども、神々の世界はそういう世界です、えー。耳が、耳がですね、個人差の大きい部位ですけども、全く同じであるところに注意してください。まあ、右のね、このセントジュロームは、ふっとしたらですよ、1500年後のイエスということにもなるわけです。セントジュロームということになる。セントジュロームそのものはね、えー、まあ、 紀元、400年前後の人物ですから、まあ、その人物をレオナル・ダ・ヴィンチが描いたということになります。しかし、特徴は全く一致します。言い換えますと、右のこのセントジュロームなる人物は、1500年後ルネサンスの時に現れたイエス・キリスト自身の自画像ということになります。注意深く比較してください。 全く同じなんです。特徴がね。顔というのは違いがないという点で同じと判断します。皆さん自身の目で判断してください。なじ、この左の人物も Jesus Christ。そして右の人物も Jesus Christ。いつということに関しては、まあ私はやはり1500年後のイエスと判断しています。私、林博氏はこの人物は1500年後のイエスと判断しています。これらすべては、これらすべての人物は1500年後の イエスが、まあ、り画家であったレオナルド・ダ・ヴィンチを通して書き残した、まあ、自画像ということになります、えー。この後証明しますが、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家は存在すらしていませんでした。存在していたという証拠そのものが全くありません。つまり、ここに描かれているのはみな1500年後のイエスということになります。これらの絵は 3D モデリングテクノロジーを使って描かれたものです。 注意深くご覧ください。すべて同じ特徴を兼ね備えています。下の絵もこれもレオナルド・ダ・ヴィンチが描き残した絵です。こうしたレオナルド、1500年後のイエスの自画像をもとに右のモデリングのデータベースが取られました。特徴をそこに集めたわけですね。この特徴、このデータモデベースを使って私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチのいわゆる1500、 自画像が、老人になってからのですね、自画像ができたということです。左は、この両者はですね、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が書き残したと言われているスケッチ画です。が、これは1500年後のイエスが書いたものです、えー。コンピューターテクノロジーを使って書いたものです。そして、その下を変形させて、この下の人物にヒゲと、まあ、あ 髪の毛をくっつけたのが、右の私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家のですね、いわゆる自画像ということになります。 唇の周りの傷まで一致しています。皆さん自身の目で判断してください。これが皆さん事実なんですよ。いろんなことを言っておられ、いろんな方がですね、いろんなことを言っておられますけども、今はこのような形で私たち自身の目で確認できる時代になりました。お疑いの方はその都度ポーズして、この写真を確かめてください。左三者はですね、ただ、面としか紹介されていません。 こんな簡単な謎が解けなかったんですよ、500年間。そして右の、あそのレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像なるものが捏造されました。そして左の3枚はですね、右の自画像ができる、できてからその後にできたんですよ。順序がアベゴベなんですよ。わかりますか右の下のダ・ヴィンチの像の方が、あ,あ先にできてるんですよ。 一年先に描かれてるんですよ。そしてこうした絵と、そして一番右の、先私がですね、ジーザスクライストと先ほど証明した人物の顔と一致します。この絵が重要です。皆さんご覧ください。中央の中段の一番右はイエス・キリストでしたね。そのことはわかりますね。そしてそれと同じ顔、下を見てください。その顔とですね、会詞の戦いの中に描かれている足の顔をペローと吐いている人物の顔と一致し、そしてミケランジェロの ペータ像のイエス・キリストと一致するわけです。もう一度詳しくせあの説明します。ここが第二のポイントです。皆さん自身の目で確認してください。左はイエス・キリストでしたね。えー、いわゆる、まあ、ま、カシラの戦いのジーザス・クライストと一致するわけです。そして、右がダラヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジュロームです。特徴が全てパーフェクトに一致します。皆さん自身の目で見てください。 ま、一応、この、400年後のセントジェロームということになってますけども、セントジェロームを画材にして、1500年後のイエスは自分の自画像を描いたということになります。フォーた方骨、ここに小さな首、耳の下の首、みんなを一致します。わかりますか皆さん自身の目で確認してください。左がジーザスクライスとなると、右もジーザスクライスということになるんですよ。割れた顎、そしてこの方骨の下のくぼみ、シワ、 そして、花の小さな小花。すべて一致します。違いがありません。大きな口、花並びの悪い花。そして花、花の途中が膨らんでますね。口が、この花並びがあまりよくありませんね。小さな小花あ。みんな一致するんです。花の先が二つに割れてますね。左いいですか皆さん。左がジーザス・クライストですから、右もジーザス・クライストってことになるんですよ。 それを、まあ、1500年後のチーザス・クライストはですね、イエス・キリストは、ダヴィンチ、それからミケラ・リトルという操り人形芸術家を通して自分を表現したということになります。その、この目の口ところの、まあ、イボですね。イボまで一致してますよ。そして左はですね、頭にタオルをかけてますから、頭は見えませんけども、輪郭は全く同じです。つまり左がイエス・キリストですから、右もイエス・キリストということになるんですよ。耳は大変、まあ、 個人差の大きい部位ですその耳ですらもこのように パーフェクトに一致しています。みみ、皆さん自身の目で確認してください。えつまり、これらの絵はですね、すべて 3D コンピューターテクノロジーを使って描かれた絵だということです。人間が描いたものではないということですね。その証拠がですね、まあ、この後紹介しますけども、ベロッキオの描いたセントジロームに残っています。まあ、ともかくも、このここではですね、左がジーザスクライスですから、右もジーザスクライスであるという点に注意してください。わかりますか左は、 二千年前のジーザス・クライストの実像と、私、林博士は判断しています。中央は千五百年、それから千五百年後のルネッサンスに現れたジーザス・クライストの自画像、あるいは写真から起こされた絵と、私は判断しています。林博士施設ですが。しかし、これらの事実を積み重ねますと、それ以外に、そのなってますか、これらの謎を解く、まあ、方法はないということですね。 不思議な謎だ、不思議な謎だだけを繰り返していたのでは、いつまでも謎の迷路の闇の中で往想をするだけです。大切なことはそれらから理論を組み立て、そしてその理論から、まあ、こうしてですね、発展的にものを考えていくということですね。鋭い目つき三拍感、細い眉毛、皆さん自身の目で確認してください。 つまり、左が繰り返しになりますけども、しつこいようですけども、左がイエス・キリストでしたね。ミケランジョロのペーダ像のイエス・キリストと繋がります。そして、右もイエス・キリストということになります。つまり、繰り返します。右が1500年後、今から500年前の皆さん。これがイエス・キリストの実像ということになります。目の付け根のね、胃膜まで一致しています。鼻、それから鋭い目。注意してご覧ください。注意してご覧ください。 まあ、こうして一致していくということですね。これが動かる証拠ということになります。では、皆さんの知っている、まあね、カトリック教会でいうイエス・キリストは誰か。言うまでもなく、階段場です。それについての説明は、また別のところでし、また証明しましたので、そちらをご覧になってください。歯並びの悪い歯。一本この歯がね、あの、飛び出ている点も、この1500年後、そして2000年前のイエスの、イエス・キリストの特徴ということになります。 まあ、ここが今日のポイントですから、しっかりと頭に叩き込んでおいていただきたいと思います。まあ、鼻の付け根のところにあるイボまで同じなんですよ。鼻の太いところ、この部分ですね。チューブからご覧ください。顔というのは違いがないという点で同じと判断します。判断なさるのはあなた自身だということですけども、まあ、 そういうことですよね。それ以上のことは私には言えませんが。まあ、ともかくも、このセントジェロームが、いわゆるま、1500年後、いわゆる500年、今から500年前のルネッサンスの時期に現れた、イエス・キリストだということですね。そして、このような古ブも一致しています。下の一番右もですね、これはダ、ダヴィンチ・ナルカが描いた、まあ、スケッチ画ですね、そして、右から二人、二つはですね、これは、ミケランジェロが、ま、表現したイエス・キリストということになります。 そして、目にも注意してください。この目の中には、瞬膜と呼ばれている、まあ、目があ、瞬膜が表現されています。それについての説明も別のところでしました。つまり、まあ、1500年後のイエスはですね、少なくとも人間ではなかったということになります。つまり、神だったということになるわけですね。まあ、このような形で、このセントジェロームイコール1500年後のイエスということになります。ここが重要です。皆さん、これが、ジーザス・クライスト。 の実像なんですよ。そして下に瞬幕っていうものが、まあトカゲの瞬幕ですけども、同じものがあります。瞬幕の境目,境目には、ボツボツの点まで表現されています。今赤い丸で囲んでみました。皆さん自身の目でご覧、確認してください。これは絵,絵ではありませんね。 エりはここまでは表現できません。瞬膜というのは瞬間に動くから瞬膜と言います。目を、目の中に、目の中にあってですね。そして目を保護する、まあ膜ということになります。人間にもその痕跡が残っているそうですけども、まあ現在、まあこの人間にはこの瞬膜が残っていません。左が、レオナルド・ダ・ヴィンチが書き残した、あまあ自画像、イコール、まあ、なる画家を通してですよ。イエス・キリストです。となりますと、右も、ジーザス・クライストということになります。 確認していただけましたかセント・ジェロームというのは、実は1500年後のイエス自身が書き残したイエス自身の自画像ということになります。この自画像をもとにデータベースが取られ、そして私たちが知っているあのレオナルド・ダ・ヴィンチの、まあ、老人になってからの自画像が作られたということです。まあ右の方は替え玉だということですね。むしろ右のヨハネと言われている人物の顔と左の、えー、この人物の顔が一致します。 まこれは替え玉です。しかしまあ、ハイブリッドであったことは言うまでもありませんね。特徴がよく似ています。まあ、特に頭の付け根から肩にかけての、まあ、剣ですね。人間にはない剣にも注意しておいてください。これもダヴィンチなる画家がですね、まあ、書き残したスケッチ画の中にその、まあ、剣がですね、表現されています。それについての説明も別のところでしました。ともかくもここで重要なことはですね、まあこの左の、まあ、 人物。これが、まあ、1500年後のイエス。今から500年前のルネッサンスの時代に現れたジーザス・クライストであるということですね。それをですね、操り人形芸術家であったレオナルド・ダヴィンチ。レオナルド・ダヴィンチは存在すらしていませんでした。という証明は、この後にその動画をつなげておきますからご覧になってください。ともかくも左が、これが2000年前のイエス・キリストと、私、林博士は判断しています。特徴が一致します。中央が今から500年前、ルネッサンスの時代に現れましたイエス・キリスト。 リストということになります。イ・ j e s u ス c h r i ということになります。そして、目の付け根の、まあ、イボまで一致しています。広い口、歯並びの悪い口、一致します。皆さん自身で確認してください。ここが重要です。繰り返しますが、こうした絵をね、皆さん自身にしっかりと見ていただいて、皆さん自身の目で判断していただきたいということです。出た頬骨ですよね。ということです。小さな小鼻、そして鋭い目、細い眉毛、 耳の下のコブ、すべて一致するということです。一番右はですね、これは貝玉のイエス・キリストと私、林博氏は判断しました。ともかくも下の絵をもう一度見てください。一番下の段の左がですね、これがダヴィンシが書き残した、まあ 人物像ですね。中央が歌詞の戦いの中に描かれている、まあ、イエス・キリストです。そして右がですね、えー、ペーター像の中に描かれているジーザス・クライストです。腕で一致します。同じく下3人はですね、みな、 一人の人物すなわち1500年後のイエス自身の自画像ということになります。上と下、その左二つ上上下が、ね、一致しまして、それが中央のセントジェロームの顔と一致していきます。そしてこの人物をもう一人描いた人がいます。それがアンドレア・デル・ベロッキオです。 えー、ダヴィンチの先生ですね。アンドレア・デル・ベロッキオも、いわゆる1500年後のイエスの、まあ、操り人形芸術家でした。これがアンドレア・デル・ベロッキオの描いたセント・ジェロームです。左も一応セント・ジェロームということになっています。この両者は比較するまでもなく、全く同じです。全く同じです。しかもですね、右のアンドレア・デル・ベロッキオの描いた、このセント・ジェロームは、写真のようにス地です、えー。ホープホーのですね、感染。 汗の穴まで正確に表現されています。まあ、その表明も、まあ、この後にすると思います。そしてここに、まあ、こぶ、汗からくぼみがありますね。一致しています。皆さん自身の目で確認してください。なあち、これら両者は、1500年後のイエスということになります。え、17年後にねあ、えっと、ごめんなさい。あのー、アンドレア・デルベッグがですね、17年後ですね、に、ね、あのー、 生まれてから17年後にダヴィンチが生まれたということになりますね。年代を調べてください。そして、ダヴィンチはベロッキオの美術学校に通ったということになっています。つまり、アンドレア・デル・ベロッキオは、レオナルド・ダヴィンチの先生だったということになっています。それもそのはず、これ、アンドレア・デル・ベロッキオも、それからレオナルド・ダヴィンチも、 まあ、もともとは、1500年後のイエスの操り人形芸術家であったということになります。すなわち、右のこの人物、この明確な写真こそがですね、1500年後のイエス、私たちがジーザスクライストと呼ぶ方の、その実像ということになります。バイ・ハヤシ・ヒロシ説です。これが皆さん、1500年後のジーザスクライストです。 ここに紹介するスケッチ画はすべてレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるものです。これが元の原画、つまりデータベースです。それに手を加えてできたのがその下。さらに変形させたのがその左。この左の絵を元に私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの肖像画が 熱造されました。右が皆さんご存知のレオナルド・ダ・ヴィンチです。反転させてできたのがこの自画像ということになります。が、もう一枚自画像が残っています。左がルカ・シノ・レイディです。当時7歳年上でした。このルカ・シノ・レイディとこのレオナルド・ ダヴィンチは一人二役の芸術家でした。鼻と髭だけを除いて、あとは全く同じです。つまり、ルカ・シノレリの顔に髭と鼻をくっつけたのがレオナルド・ダヴィンチということになります。つまり、向かって右側の私たちが知っているもう一枚のレオナルド・ダヴィンチの自画像も、これまた捏造されたものでした。 詳しくは続く動画の中で紹介します。さらに、ダヴィンチなる画家の死亡日も捏造されています。これは、ミケランジュロが書いたとされるカッシュナの戦いの絵です。この中には、7502という数字が隠し込まれていました。77キリスト、号令聖書の 27は、えー、カインという意味ですけども、その7号令に劣ってダ、ダヴィンチは自分の死亡日としました。ダヴィンチは67歳の5月2日に死んだことになっています。さらに、レオナルド・ダヴィンチという名前も、 アナグラムによって作られているということが分かりました。これがレオナルド・ダ・ヴィンチの先生にあたるアンドレア・デル・ベロッキオです。アンドレア・デル・ベロッキオです。その文字を並び替えてできたのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。つまり名前すらも架空の、つまり捏造された名前ということになります。 アンドレア・ベロッキオの上の右から3文字目の H だけを除いて、あとはすべて一致します。つまり、アナグラム、文字の並び替えということになります。こうして、私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの名前が生まれました。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が存在したという証拠は、 どこにもないのです。存在したという証拠がどこにもないのです。それがレオナルド・ダ・ヴィンチの実像ということになります。言い換えると、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家は存在しなかった。言い換えると、1500年後のイエス・キリストの操り人形芸術家、架空の芸術家であったということになります。順にその事実を皆さんに 紹介します。最初に皆さんに 3D モデリング技術を紹介します。これが元のデータベース、つまり原画です。この元のデータベースをコンピュータ技術を使って変形させ、このように絵、像を作り上げていきます。 これが 3D モデリング技術です。テクノロジーです。同じ方法がダヴィンチのスケッチ画に使われています。これが元のデータベースです。このデータベースを変形させて右の絵ができます。全く同じです。そしてそれを傾きを変えてこのような絵ができます。それにげを描き加えてできたのが私たちが知っているレオナルド ダ・ヴィンチの自画像です。このような場合には細かいところを精査します。唇の周りのイボまで同じです。そして大変奇妙なことに、ひげ、髪の毛の下にあるはずもない輪郭が薄く見えています。つまり、髪の毛、ひげは後で付け足したということになります。普通はこういう絵は描きませんね、まあ。ともかくも、こうして比較してみますと、 全く同じであることに気がつきますつまり、左上の元のデータベースを変形させてできたのが、私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像ということになります。つまり、このことからもですね、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が年老いてこのような顔で亡くなったということはあり得ないということになります。もう一度比べてください。ここが今日の最初のポイントということになります。 こうして比較してみるとですね、違いが全くありません。先ほども言いましたように、細かいところを精査します。この小鼻に注意してください。まあ皆さん自身の目で見て判断してください。全く同じです。全く同じです。しかも大変奇妙なことに、この2枚の絵はほぼ同時期にできています。そしてこうして1つずつをですね、 まあ、比較していくとですね、違いがない、イコール同じということになります。皆さん自身の目で確認して、こうした事実を、まあ、受け入れるということですね。まあ、そういうことです。この目の付け根の、あイボにも注意してください。同じです。同じです。そして口の周りの傷まで同じだということですね。ここですね。この唇の やや腫れている点も同じです。つまり、このこれら2枚の絵は 3D モデリングテクノロジーを使って描かれているということです。髭の下の細い輪郭にも注意してください。向かって左側の方ですね。このあたりですね。このあたりに、この輪郭らしくものが、まあ、残像として残っています。つまり、 右の自画像はですね、先に輪郭を描いておいて、あるいは作っておいて、その上に髭を付け足したということになります。皆さんが絵を描くときには、このような方法を使うでしょうか普通はすぐに、待てますか、直に髭や髪の毛を描くものと思われます。ともかくも、これが私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像ということになります。さらに、 もう一度念のために検証しておきます。つまり私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家のあの自画像はこうして作られたということですね。えつまりレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家のあの年老いた姿とそのものが捏造されているということです。もちろん元のデータベースがあります。それは最後の最後に皆さんにお見せします。 つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像なるものはですね、1500年後のイエスの、まあ、自画像をです、ね、元にして作られたデータベースだということです。それを変形させて、今ご覧いただいてますように、向かって右側の自画像ができました。先ほど言いましたように、左3枚の方がですね、えー、あ古い、古いと言いますか、新しいんですよね。64歳の時に書かれている。 そして右のレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像は63歳の時に描かれている。いわゆる、この、これらの絵がですね、できた時期がアベコベだということです。つまり、年老いたレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像の方が先にできて、そして左に3枚の方が後にできたということです。わかりますか時系列に考えてアベコベだということです。 下の左3枚が若い時の絵なら話はわかりますが、そうではなくて、逆に、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像ができた後に、下のこの絵が描かれたということです。繰り返します。絵の描かれた時期がアベコベだということです。そしてこれらの絵は、ただ、Man、メ男として紹介されています。が、これらの絵は、皆同じです。細かいところを称号するまでもなく、 同じです。皆さん自身の目で比較してください。上がやや傾いている絵ですね。下が正面図ということになります。皆さん自身の目で確認してください。同じです。同じです。左が傾いている絵ですね。右が正面図です。同じです。同じです。ここまで同じにできる、あるいは描けるということはですね、人間技ではありませんね。 コンピュータ技術を使っているということです。皆さん自身の目で確認してください。レオナルド・ダヴィンチは天才だからできたというわけのわからない理由だけで、こうした一致を説明することはできません。皆さん自身の目で比較してください。つまり、元のデータベースを元に、これら2枚の絵がコンピュータ、 によるですね、3D モデリング技術によって書かれて、書かれたというよりも作られてプリントアウトされたということです。注意深くご覧ください。この傷ですね。この丸いところにも注意してください。そして耳にも注意してください。全く同じだということですね。これらの絵は先のレオナルド・ダ・ヴィンチの年老いたあの自画像ができる1年前 一年後ですね。ごめんなさい。に、もうすでに書かれて、書かれた、すでにじゃなくて書かれたということですね。頭の中が混乱しました。つまり、右の方が先にできて、左の方が後に書かれている、作られたということです。そして、こうして特徴を合わせてみますと、全く同じということなんですね。しかし、左の絵がですね、ダヴィンチの元の絵であるということを、この500年間、誰も見抜けませんでした。 私、林博士が見抜くまで、誰も見抜けませんでした。ここが重要です。つまり、私たちが知っている歴史というのは、歴史家、美術評論家たちによって、捏造されているということですね。それを知らないまま、私たちはうのみにして、左はメン、右はレオナルド・ダヴィンチの自画像と、まあ、考えてきたわけです。さらに繰り返します。これが、 レオナルド・ダヴィンチの自画像の原型、いわゆるデータベースということになります。まずこういう顔をですね、えー、1500年後のイエスの顔を元にして作られ、そしてそれをですね、このように変形させて、まあ、髪の毛をつけたりしましてですね、あれを動かしたりして、右のダヴィンチの自画像ができました。私たちが知っているレオナルド・ダヴィンチの自画像は、つまり、 コンピューター技術を使って捏造された自画像ということになります。そして、レオナルド・ダ・ヴィンチは生涯において数枚の自画像しか残さなかったというのは嘘で、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチの作品の中に描かれているこうした男性、人物はすべて、すべてレオナルド・ダ・ヴィンチでした。顔の特徴が細かい部分で一致します。繰り返しますが、顔というのは 細かいところを精査して検証します。そして違いがないという点で同一人物と判断します。これらは全て一人の人物、なわちレオナルド・ダヴィンチなる画家ということになります。さらにもう一枚の自画像についても検証しておきます。これはルカ・シュノ・レイディです。当時7歳。 年上だったと言われています。ルカ・シノレリです。ルカ・シノレリとレオナルド・ダ・ヴィンチは同じコンセプトの絵を描き残しています。右が若い時のレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われています。これら二人は鼻と髭を除いて全く同じです。 ただ、ルカシニョレリの方が7歳年上だったこともあるのでしょうか。その7歳年上だったという部分が左の絵には表現されています。目尻のシワ、上まぶたのたるみなどにそれが表現されています。が、全く同じです。つまり、ルカシニョレリとレオナルド・ダ・ヴィンチは、一人二役の芸術家だったということになります。張り合わせても全く同じになります。つまり、私たちが知っている あの、レオナルド・ダ・ヴィンチの若い時の自画像も、こうして捏造されたものだということになります。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が存在したという証拠が、こうしてまた一つ消えたということになります。さらに、名前も捏造された可能性が極めて高いということになります。これが、アンドレア・デル・ベロッキオです。ダ・ヴィンチは、 アンドレア・デル・ベロッキオのピューピュル、生徒になったと言われています。つまり、アンドレア・デル・ベロッキオはダヴィンチの先生ということになります。これがアンドレア・デル・ベロッキオです。中央がルカシニョ・レディです。そして右がレオナルド・ダヴィンチです。まあ、これらは皆、1500年後のイエスの、まあ、いわゆる操り人形芸術家ということになります。これがアンドレア・デル・ベロッキオの書いたセント・ジェロームです。 これは絵というよりも写真です。それはともかくもアンドレア・デル・ベロッキオについて今一度注意してください。これがアンドレア・デル・ベロッキオです。そしてセント・ジェロームです。これは何度も検証しましたが、絵ではなくて写真です。しかもこの絵に描かれているセント・ジェロームは人間ではありません。つまり、 これこそがまさに1500年後のイエスの実像イコール写真ということになります。その証明は別のところでしましたので、ここでは割愛させていただきますが、左がアンドレア・デルベル・ペロッキョの書いたセント・ジェローム、右がレオナルド・ダヴィンチの書いたセント・ジェロームです。比較してみてください。まあ、やや左の方が若いということですね。 右の方がやや年老いているということです。しかし、細かいところに、細かい細部に至るまで、全く同じです。別々の画家の絵であるにもかかわらず、絵ではないんですけどもね、両方とも写真技術を使って、その写真から起こした絵ということになります。全く同じです。えつまり、これこそが、1500年後のイエスの実像ということになります。 写真そのものだということになります。そしてこの絵をもとに、この写真をもとに、先ほど冒頭にお見せしました 3D モデリングテクノロジーを使って、まあ、ダヴィンチの自画像ができましたね。その自画像の原型ができたというわけです。それをもとに、レオナルド・ダヴィンチの年を生いた時のあの自画像ができたということになります。耳というのは個人差が大変大きいものです。その耳も パーフェクトに一致します。つまり、これら両者は同じ、イコール、まあ、いわゆる、まあ、1500年後のイエスの、えー、操り人形芸術家であった、まあ、画家たちによって描かれたということになっているわけです。でこれが、まあ、ペータ像ですね。ミケランジェロのペータ像です。この腕に注意してください。この腕にはボコボコと奇妙なコブが描かれています。このコブが決め手になりました。 このコブに注意してください。このコブがですね、まあこのコブですね、人間にはないコブと思われます。ベータ像のイエスの向かって左側、右腕にはですね、このようなコブが表現されています。このコブは何かということですね。で、このコブがですね、 同じコブを持った人物がカシナの戦いの右下に描かれています。この人物に注意してください。頭には花冠をつけています。王であることを示しています。そしてこの腕を反転し大きくしますと、この両者は一致します。このコブに注意してください。ひれに注意してください。そして肩のコブにも注意してください。全く同じです。つまり左がイエス・キリストですから、右もイエス・キリストということになります。 そして、その腕がですね、レオナルド・ダヴィンチなる画家が描いたと言われているこのスケッチ画の人物にも表現されています。注意してみてください。上腕にはこのようなコブが表現されています。ヒレも表現されています。つまり、このような形で、これら三者がですね、実は1500年後のイエスであることを、まあ、1500年後のイエス・キリストが、ミケランジェロという操り芸術家を通して、そしてダヴィンチという 操り芸術家を通して私たち人間に教えたということになります。そこでこの人物に注意してください。この人物と同じ人物がですね、先ほどのカッシノの戦いの右下に描かれています。左がカッシノの戦いです。ミケランジェロが描いたと言われています。右はレオナルド・ダヴィンチが残したスケッチ画と言われています。この両者もこれまた一致します。なーち、 左がイエス・キリストですから、右がイエス・キリストということになります。そして、右のイエス・キリストと、先ほどの、いわゆる、ベロッキオの書いた、セント・ジェロームの顔と、細かい部分がすべてパーフェクトに一致します。このような形で、セント・ジェローム、すなわち、ベロッキオの書いたセント・ジェローム、そして、レオナルド・ダ・ヴィンチが書き残したセント・ジェロームイコール、1500年後のイエスという風うにつながっていきます。もう一度、皆さん確認してください。 この人物イコールこの人物ですね。すなあち、この中央の人物は腕で、そして右のペーター像のイエス・キリストとつながります。こうして1500年後のイエスは私たち人間にメッセージを残したということになります。これら3者はイエス・キリストということになります。左は2000年前のイエス・キリストということになります。そして、レオナルド・ダヴィンチの死亡日まで、 熱造されている可能性が極めて高くなりました。これはミケランジェロが書き残したカッシナの戦いですけども、この中には左から775027という数字が一文字の形で、まあ、隠されていました。バイ・ハヤシ・ヒロシです。その中の752をとって、レオナルド・ダ・ヴィンチは自分の死亡日としました。67歳の5月。 二日に死んだことになっています。七七はキリストという意味です。五零は寄生のという意味です。二七は寄生のカインですね。アベルとカインのカインという意味です。ここにイエス復活寄生と書いてあるのは間違いです。ある方が最初そのように教えてくださいました。ともかくも、この中の七七五零二七の七五二をとってダヴィンチは自分の死亡日としました。 ミケランジロがこのカッシナの戦いの絵を描いたときには、ダヴィンチはまだ生きていました。一応ダヴィンチが同時にアンギャリの戦いの絵を描いたと言われています。ともかくも、まだダヴィンチの生きている間に、この絵をミケランジロが描いた、その絵の中から752を通ってダ、ダヴィンチは自分の死亡日としたということです。レオナルド・ダヴィンチは、 たびたび私が証明してきましたように、人間には描けるはずもない絵を描き残しています。これはイモラの地図ですけども、この地図も正確に現在のイモラの街の地図と一致します。さ,さらにこれはフロレンス上空の、まあ、宇宙から見た地図ですけども、川の位置。 分かれている点も一致します。もちろん、モナリザも、これは人間が描いたものではありません。えー、0.4ミリ、1ミリの半分のラインで描かれています。そして、この自画像、といいますか、データベースも、やはり人間に描けるはずもないものです。そして、そのデータベースを使って、右下のレオナルド・ダヴィンチの自画像ができました。そして、これがルカシノ・レリですけども、ルカシノ・レリとダヴィンチは一人二役の 芸術家でした。つまりシノレリもいわゆるダヴィンチもいわゆるま存在しなかった芸術家と考えています。で、大きな花とシノレリの顔に大きな花とひげをつけたのが ルカシノリディということ、ダヴィンチということになります。これがアンドレアデル・ベロッキョですけれども、左がベロッキョの描いた絵とセント・ジェロームと言われています。これは絵ではありません。写真です。毛穴まで正確に表現されています。そして、ミケランジェロのペーター像です。このペーター像の向かって左側の腕はですね、先ほどカシの戦いの右下に描かれている人物と一致します。そして、左上の人物が 2000年前のイエス・キリストの自画像ということになります。もう一度この男性に注意してください。イエス・キリストです。カシノの戦いの中に描かれています。この中に繰り返しますが、7502という数字が書き、まあ、隠されていました。この絵をミケランジェロが描いたときには、まだレオナルド・ダヴィンチは生きていました。 ま、この数字をなぜ発見したかですけども、ここに棒を持っている人がいますよね。その棒を延長しましたら、数字らしきものが分かりましたので、私はそう判断しました。77、えー、キリストです。号令は聖書の27は、えー、カインという意味です。ヘブライ語のゲマトリアです。えー、つまり、分かりやすく言えば、暗号ということですね。そして、この752を取ってダ、ダヴィンチは、 まだ生きている時に自分の死亡日を設定したということになります。つまり、彼のリオナルド・ダ・ヴィンチの死亡日すらも、いわゆる、まあ、捏造された可能性がある、イコール、ダ・ヴィンチは67歳の5月2日には死んでいないということになります。つまり、まあ、こうしたことがですね、すべてアレンジできたのは、ミケランジェロを使い、ダ・ヴィンチを使い、 あやすり、人形として使うことができたのは、1500年後のジーザス・クライストということになります。まあ、このような形で、まあ、ダヴィンチはですね、67歳の5月2日に亡くなったということになっています。今ここで説明しているのは間違いです。77はキリストです。5-0は聖書ので、の、のという形容詞です。そして27はカインです。イエス・キリストの正体はカインでした。その証明も 別のところでしましたので、興味のある方はそちらをご覧になってください。もう一度、ここで繰り返します。レオナルド・ダ・ヴィンチの死亡日すらも捏造されていたということですね。レオナルド・ダ・ヴィンチは67歳の5月2日に亡くなったということになっています。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチはですね、このミケランジェロの シノの戦いの中から数字を抜き出して、まあ自分の死亡日として死亡日としたということになります。繰り返します。またこの時、レオナルド・ダ・ヴィンチは生きていました。生きていました。まあ、こうして考えていきますと、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家がですね、存在したという証拠がどこにもないということになります。そして、これら三者がですね、イエス・キリストであるということになりますと、 その顔と一致するセント・ジェロームの顔。まあ、セント・ジェロームがですね、1500年後のイエスとイエス・キリストと考えるのはごく自然なことではないでしょうか。特に左上のこの人物の顔と年の差はありますが、細かいところで同じです。そして、これら事実を積み重ねていきますと、右下のこのレオナルド・ダ・ヴィンチなる自画像も捏造されたもの。若い時の えー、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像も捏造されたもの。名前も、えー、アンドレア・デル・ベロッキオの文字を並び替えてできたアナグラム。つまり、まあ、文字替えによってできた名前であること。などなど、まあ、積み重ねていきますと、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が存在したという証拠が、どこにもないということになります。これが2000年前のジーザス・クライストの自画像と私は考えています。 これも写真技術を使って作られています。首の下には、首にはですね、いわゆる生命維持装置のようなものが描かれています。歯の数も普通の人間の数よりも多いと思われます。そして歯並びが悪く、そして大きなわし花ですね。そして小さな小花などなど、いわゆるまあセントジェロームの顔とすべて一致します。その検証は別のところでしましたので、またそちらをご覧になってください。つまり、 これが2000年後のイエスで、そして今から500年前にイエスがもう一度現れて、そしてまあ人間の芸術,家たち芸術家たちを操って、私たち人間を右ですね、まあ彼の姿勢を示したということになります。左のレオナルド・ダ・ヴィンチ、右のマキャランジュ・ブラノティも全て操り人形芸術家であったということになります。で、結論ということになります。 もう一度、この 3D モデリングの、いわゆるデータベースをご覧になってください。上の顔はですね、先ほどのセント・ジェロームを元にして作られたデータベースです。それを変形させて、まあ、変形させたということでですね、基本的な特徴は同じということですよ。そして、その下、左、そして右の自画像ができたということですね。なあち、この自画像は、まあ、自画像としては偽物だということです。えつまり、この この自画像からもですね、レオナルド・ダヴィンチなる芸術家は存在しなかったということになります。左の面の絵を改変、まあ、して、この自画像ができたということです。こうして、まあ、レオナルド・ダヴィンチなる、まあ、画家がですね、存在したという理由が一つ消えました。そして、ルカシノ・レリとレオナルド・ダヴィンチの若い時の顔は一致します。 大きな花とひげだけを除くと、あとは全て同じです。なあち、ルカシネルリの顔に大きな花とひげをつけたのが、レオナルド・ダ・ヴィンチということになります。つまり、この自画像も偽物だということになります。イコール、この時、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチも、は存在しなかったと。 ということになります。少なくとも存在したという理由がまたここで一つ消えることになります。貼れ合わせてみると両者はピタリと一致します。そして最後に死亡日もそうですね。最後じゃありませんけども、死亡日もこれまた熱造されたものであるということですね。会社の戦いの中に描かれている、え、キリスト、聖書のカインという、まあ、隠し文字。 ゲマトリア、ヘブライ語ですね。の,の中から、7、5、2をとって、レ、えー、オナルド・ダ・ヴィンチは、あらかじめ、あらかじめ、自分の死亡日としました。つまり、死亡日すらも捏造されたということです。そして、えー、これがベロッキオですね。アンドレア・デル・ベロッキオです。このアナ,アナグラムを使って、アンドレア・デル・ベロッキオ、すなわち、レオナルド・ダ・ヴィンチはですね、アンドレア・デル・ベロッキオの弟子、 ですということになるわけですけどもね、アンドレア・デル・ベロッキオの名前を並び替えてできたのが、レオナルド・ダヴィンチということになります。まあ、偶然の一致にしてはありえない確率ですね。えー、H だけを除いて、あとはパ,パーフェクトに一致します。このように、まあ、アンドレア・デル・ベロッキオの名前の文字を並び替えて、まあ、すなわちアナグラムによってできた名前が、レオナルド・ダヴィンチだということです。アンドレア・デル・ベロッキオの 名前、文字を並び替えてできたのが、レオナルド・ダヴィンチということです。バイ・ハヤシ・ヒロシですよ。で、こういうことをつなぎ合わせてみますと、すなわち、レオナルド・ダヴィンチが存在したという理由、といわゆる根拠がどこにもないということです。繰り返します。レオナルド・ダヴィンチが存在したという根拠がどこにもないということです。イコール、レオナルド・ダヴィンチなる画家は存在しなかったと、私、ハヤシ・ヒロシは考えています。 もし存在したのなら、このような矛盾は生じなかったものと考えています。すんなりと存在したということで、それで話が済んだということになります。そして最後に、これが1500年後のイエス・キリストの自画像ということになります。この人物の持っている特徴と、先ほどの私が紹介してきた2000年前のジーザスクライストとすべて特徴が一致します。これが皆さん、 1500年後の、つまり今から500年前のイエス・キリストの自画像ということになります。続く動画をどうかご覧ください。Bye for now. Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance by Hiroshiyashi Hamamaceri Japan Japanese edition 日本語版です。1500年後のイエス。そしてダヴィンチもミケランジョロも1500年後のイエスの操り人形だった。この絵がですね、 一応、ミケランジュロが書いたとされるスケッチ画の、そのコピーと言われています。このスケッチ画、つまり、カッシナの戦いの中に、まあ、一文字の形でですね、数字が隠し込まれていました。7、5、0、2ですね。そして、その両側に、さらに2個、7、7という数字が隠し込まれていました。 この数字が何を意味するか。アタごさんという方がですね、77はイエス、号令は復活、そして27は聖書を意味すると教えてくださいました。因語ですね。で、この77、号令、27、イエスは復活する聖書によりとも解釈できるわけです。 そしてこの数字をとって私たちが知っているダヴィンチがですね、67歳の5月2日に亡くなったということになっています。で、このスケッチ画をミケランジュロが描いた時にはまだダヴィンチは生きていましたから、ダヴィンチはそうした数字に合わせて自分の死亡日を決めたとも言えます。しかし私たちが知っているダヴィンチは あくまでも操り人形でした。その上に1500年後のイエスがいたのです。これがペーター像です。このペーター像がその謎を解くきっかけになりました。このイエスの向かって左、なあち右腕を見てください。奇妙なコブがボコボコと出ています。コブです。注意深くご覧ください。 コブがボコボコと出ています。コブですね。で、これと同じコブがですね、実は先ほどのカッシナの戦いの絵の中の人物に描かれていました。それをこれから説明しますが、その前にここでコブをしっかりと確認しておいてください。特に上腕の向かって左側にはヒレのようなコブができているのがわかります。中央でそれを今皆さんに ご覧いただいています。汁深くご覧ください。古文がありますね。ではなぜミケランジェロがこのような古文を表現したかですけども、この彫刻は残念ながらミケランジェロが彫ったものではありません。で、もう一つ先ほどのカシナの戦いと言われている絵に戻っていただいたんですけども、その右端で 右足の下にですね、下でですね、足の皮をベロッと吐いている人がいます。靴下を履いているのではありません。皮を履いています。この人物のこの腕に注意してください。この腕を立てて、そして反転し、大きくしてみます。この2本の腕は一致します。 称号しますから注意深くご覧ください。ボコボコとコブが出てますね。そして、上腕にはヒレのようなものがついています。そして肩のところにもポコンポコンとコブがあります。一応これら両者は、ミケランジェロが彫刻したもの、あるいはミケランジェロのスケッチと言われています。しかし、ミケランジェロはこうした彫刻を作っていませんし、絵も描いていません。 その証拠が実はダヴィンチの、ダヴィンチと言われている、言われている芸術家の周辺から出てきました。これがそのスケッチ画です。意深くご覧ください。同じようなヒレ、コブがダヴィンチの周辺から出てきているわけですね。となりますと、まあ、どちらが後先かわかりませんけども、このヒレに注意してください。一番右が一応ダヴィンチが書き残したと言われているスケッチ画です。中央が ビケランジョロが書いたと言われているカシナの戦いの中の人物の腕です。そして一番左がピエター像の腕です。これら三者は一致しています。ということは、これら三者は二人の別々の芸術家によって書かれたのではなくて、さらにその上にいる1500年後のイエスによって書かれたということになります。これだけではまた証拠は不十分ですね。ですからこれからそれを順に説明していきたいと思います。 で、1500年後のイエスの話をします。この人物に注意してください。この人物は、1500年後のイエスと林博士は判断しました。先ほどのカシノの戦いに出てくる人物と比較してみてください。同じであることに皆さんもお気づきになると思います。 まあ、ちょうど角度と言いますかね、顔の傾きも傾きと言いますか、あもう同じだということですね。特に耳はですね、後でも出てきますけども、人間の指紋と同じように、個人差が極めて大きい部位です。ですから耳を称号することによって、その人物を特定することができます。で、左は、一応、ミケランジェロが描いたと言われているスケッチ画です。右は、一応、 ダヴィンチが書いたと言われているスケッチ画です。しかしこれらは、ミケランジョロ、あるいはダヴィンチによって書かれたものではありません。もし書かれたとするならば、どちらかがどちらかを真似たということになります。あるいは、茶化したということになりますけども、それは少し無理があるということですね。そのこともこれから順に説明していきます。そして、先ほどの合衆の戦いの 絵の右端に、右下たこの人物は頭に花冠を被っています。なおじ、王、この絵の中で王であることを示しています。この花冠を被った人物と先ほどのダヴィンチが描いたとされる絵と比較してみてください。同じですね。そして、このダヴィンチが描いたと言われているこの人物と、 花冠を被った人物が同じ。そして、この花冠を被った人物の腕と、そして、ミケランジェラが掘ったとされるペータ像のイエスの腕が同じということになるわけです。すなわち、まあ、一番右がですね、イエスということになりますと、中央もイエス、そして左もイエスということになります。こうして繋がりました。すなわち、これら三者は、 1500年後のイエスによって書かれたり作られたりしたものだということになります。で、ダヴィンチの捏造された肖像画について結論を下しておきます。これが皆さんご存知のダヴィンチの肖像画です。他にもダヴィンチの周辺からはこのようなスケッチ画が出ています。これらは皆一人の人物から作り上げられた、あるいは一人の人物ということになります。 そして、その特徴がですね、それぞれの顔の持っている特徴が、他の顔の持っている特徴と一致していきます。小さな耳、耳たぶ、そして耳の下のこぶ、そしてから、突き出た顎、二つに割れた顎、わしわらですね、そしてから、広い口、歯並びの悪い歯、それから、頬骨、大きな頬骨、それから、鋭い目ですね、それから、細い眉毛、そういった特徴を皆兼ね備えています。中深くご覧ください。 違いがないという点で、これらは皆同じ人物の絵ということになります。そして、中央下が、これが1500年後の、マ、まあ、ルネンサンキス期においてはですね、1500年後のイエスということになります。こうして特徴を 上げていきますと、例えば、上と右の人物はですね、鼻のところにイボのようなものがあります。そしてこれが一応ダービンチが書いたとされるセントジェロームです。同じような耳ですね。耳は先ほど言いましたように、手の指紋と同じように個人差が大きく、またその耳によってその個人を特定することができます。こうして比較しますと同じであることに皆さんもお気づきになると思います。なあち、このセントジェローム。 まあ、4世紀後半から5世紀にかけてですね、カトリックを盛り上げた中高の祖と言われています。同じだということに皆さんもお気づきになると思います。なあち、これらは皆一人の人物なあち、まあ、イエスということになるわけですね。後で称号しますけども、セントジェロームの目の中には、トカゲ特有の瞬膜といってですね、目を保護する膜が描かれています。ダヴィンチの 中央上のですね、ダヴィンチの目の中にもその瞬幕を林博氏は発見しました。まあ、こうして、えー、特徴が皆一致しているということに注意してください。なあち、これらは皆一人の人物、すなわち、1500年後のイエスということになります。まあ、一応、ここではダヴィンチということにしておきます。しかし、ダヴィンチ自身は絵を描いていません。えー ま、手先であったわけですね。1500年後のイエスの手先として動いた、まあ、一応芸術家ということになります。そのことも今までに証明していきました。これら一人の人物、すなわち1500年後のイエスということになるんですけども、中央上の人物は、じゃあこれは誰かということですけども、これは、捏造された、いわゆるま、偽のダビンチということになります。それを順に説明します。 これは、えー、1500年後のイエスです。そして上も1500年後のイエスです。そして下も1500年後のイエスです。上と下はですね、他の人物と一緒に写っている、書かれているという点で 3D プリンティングではできないんですね。それらの特徴、その左の3人の特徴を備えて右の原型ができました。これが原型です。 現在でいう 3D モデリングの原型です。この原型に髪の毛をつけたりして変化を持たせてバリエーションを加えて右のマンと呼ばれているこの絵ができました。そしてそれを傾けてややバリエーションを変え髪の毛を変えてこの顔ができてそして左右を反転してそしてこの絵を元に私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの 自画像なるものが捏造されたわけであります。なあわたち、ちと知っているレオナルド・ダヴィンチのこの像は、自画像は捏造された偽物ということになります。まあ、こういう老人になって、まあダ、ダヴィンチなる、まあ、芸術が死んだということにしたわけです。なあち、そういう形で1500年後のイエスは、フィレンツェを去ったということになります。 その証拠にこうして比べていただきますと分かりますように、皆特徴が同じなんですね。さらに奇妙なことに、右の老人の、まあ、ダヴィンチと言われている自画像の方がですね、中央二つの像よりも前にできているんですよ。描かれているんですよ。日付を見ると。まあ、このようにして、まあ、ダヴィンチの像が捏造されたということになりす。なわち、まあ、そういう、まあ、体裁を作ったということになります。 これで、右下のですね、ダヴィンチトゥンの自画像と言われている自画像が捏造された偽物であるということを皆さんにも分かっていただけたと思います。そして右の二つが、これは1500年後のイエスですよね。それから上は今証明してきましたに、ね、イエス、イエスと並んでくるわけです。で、流れをもう一度見てみますと、えー、まず左の方からこれが まあ、偽も、偽ですね。偽造されたダビンチ像。そして、えー、右上からグリーンなのが、これが、えー、今説明していきました、1500年後のイエスとして、下がですね、ミ、えー、ケランジェロとの、まあ、ピエーター像とのつながりです。で、もう一度、この、えー、1500年後のイエスを見ていただきたいと思います。そして、これが、右側ですね、一応、セントジェローム。 で、まあ一応ダ、ダヴィンチという名前の芸術家の作品ということになってますけども、これらはみな1500年後のイエスが作ったり書いたりしたものなんですね。まあ私たちが持っている技術よりもはるかに高度なテクノロジーを使って書かれたものと、林博士は判断しています。そしてこうして特徴をですね、もう一度確認していただきたいんですけども、まあ違いがないという点で同じである。 顔というのはそういうもんなんですね。まあ、撮った時の様子、その人の、まあ、心の状態とかね、で、いろいろ変化しますけども、しかし、特徴というのは残るわけです。その特徴を捉えて、違いがないということで判断していくわけですね。皆さんの写真の顔と比べてみてください。例えば、1年前の写真と、今日撮った写真とではですね、しかしあの、間違って見える。 違って見えてもですね、しかし、それぞれの特徴は同じだということです。その特徴を捉えて、違いがないということを判断して、同じ人物と判断していきます。こうして比べてみてください。全く同じなんですね。となりますと、えー、このセント・ジェロームという聖、まあ、人はですね、まあ、あの、3、紀元前、4世、まあ、紀元後ですね、ごめんなさい、4世紀の終わり頃から活躍した聖人ですけども、まあ、いわゆるまあ、 このセントジェロームも、えー、まあ言うなれば400年後のイエスということになります。して左がですね、ひょっとしたらこれは1500年後のイエスと言ってもいいですし、また、今から2000年前のイエス自身であったという可能性もあります。まあ、こういう形で、まあ1500年後のイエスはですね、ルネサンス期に現れて、何らかの、まあ、目的を持って、まあ、人間と接していたと林博氏は判断しています。 で、耳を比べていただくとわかりますように、まあ、ちょっと得意な耳をしていることに皆さんもお気づきになるなぁと思いますね。つまり、こういう形でこの両者は同じであると判断できるわけです。チ部からご覧ください。両者は同じですね。そして、まあ、ついでですけども、まあ,あの、耳の写真をって言いますか、絵をこう載せましたけども、まあ、全然、まあ 違うという、まあ、先ほど言いましたよね。指紋と同じように、個人差が大きい部位だということです。で、これら両者は同じだということになりますと、右のこの人物は、まあ、いわゆるまあ、400年後のイエスということになりますし、左は1500年後のイエス、もしくは、今から2000年前のイエス自身ということになります。こういう形で、まあ、点と点がつながっていきます。 ま、鋭い目。そして、瞬膜がありますね。えー、これも、あの、以前証明しましたけども、目の中には、レプタリアン特有の右の目の中に目があることに注意してください。その膜があることに注意してください。で、まあ、こうして見ていきますと同じなんですね。そして、細い眉毛。それから、この目の付け根にこぶのよ,ってまイボのようなものがある点も、一致しています。で、左の上の、この、絵にも瞬膜。 があるんですね。まあ、少し見えくいですけども、目の眼球、瞳の横に、えー、一本奇妙な線があります。まあ、こうして比較していくわけです。この向かって右側の目は、まあ、見にくいんですけどもね。しかしまあ、あの、春幕らしきものがあるということです。この証拠は別のところで、丁寧にしましたので、どうか興味のある方はそちらを見ていただきたいと思います。そして顎も,顎もですね、突き出ていて、そして二つに割れているということですね。 これは、1500年後のイエスということになります。で、このイエスは、1500年後に、まあ、その時々においてね、イエスは復活していますけども、まあ、復活、はっ,はっきりとわかる形で現れたのが、あのルネッサンスという時代であったというふうに、白石は考えています。昭和は続きますけども、まあ、 中く,ご覧くださいそして、セント・ジェロームと言われている、まあ、この人ですけども、この人も人間ではありませんね。奇妙な広角をしています。そして、あの、向かって左側に肩の時にポコンとコブが出てますね。先ほどの、あの、ミケランジョロが作ったとされるペーター像のイエスにもこのコブがありますし、それから、あの、まあダ、ダヴィンチが書いたとされる、まあ、あの、解剖図のね、あの、人物の肩にもこの丸いコブがポコンと出ています。まあ、 この、ここでまあ注意していただきたいのは、この目の中に、奇妙な、まあ、もう一、もう一枚ここに膜があるということです。そして膜の境には、点々点々と粒の粒々ができているところ、ある、あることに注意してください。まあ、これを私は、瞬膜と判断しました。いわゆるまあ、目尻のところにその膜が来ていないということですね。ですから、これは下、まぶたではないということです。そこを間違えないでくださいね。 でしたが、トカゲの目です。トカゲの目の、ね、今、あの、春幕が向かって左の方に、今、下の白い枠で囲ったところに見えているのがわかりますね。そして、境目がつぶつぶになっている点に注意してください。このところですね。なあち、まあ、上は絵ではなくて、まあ、写真によってそれをく、写真を加工して作られた絵ということになります。この春幕は動きが速いですから、このように特徴を捉えることは不可能です。 ですから、これは写真と林博士は判断しました。そして、この左の、まあ、人物の目の中にも春幕らしきものが描かれています。もちろんダ、ダヴィンチというに言われている、あの、老人の顔ですね。あの目の中にも、やはり春幕が描かれています。その証明も、え、いたしました。なぜ、この、セントジョローマはですね、少なくとも、400年後のイエスということになるわけですね。 これも一応芸術家ダーヴィンチが書いたということになっています。で、これがセント・ジェロームです。そしてこれはベロッキオとダーヴィンチが書いたと言われているイエスの洗礼の絵ですけども、まあおそらくこの絵はですね、まあ今から2000年前のイエス自身をそのまま書き表し、ものとは、ではないかとハイシルシは考えています。確証はありませんが、今のところその絵に書くというのはですね、特徴がみんな一致しているわけです。 右はもちろん若い時のイエスということになります。左の方は、年を取ったイエスということになるわけです。まあ、1500年後、もしくは400年後のイエスということになるわけですね。まあ、違いがないという点で、同じ人物だというふうに判断していくわけです。そして、その、えー、1500年後のイエスがですね、まあ、 このような形でスケッチ画となっているということです。で、耳などが一致しているということですね。違いがないという点で、同一人物と私、林博士は判断しました。まあ、このような形でですね、まあ、写真技術を使って描かれて、描かれた絵であるがゆえに、こうして証拠が残ってしまったというふうに考えられるわけです。 海外の場合はね、当然自由度が高いわけですから、こうした特徴を、まあ、表現するってこともないだろうし、またその特徴をですね、見て、えー、同一人物かどうかということは判断できないわけですね。言い換えますと、写真、技術を使って書かれたゆえに現在、今私たちはこうして、まあ、互いに、えー、比較、検証しながら、えー、まあ、つながりを求めることができるということですね。そして、右下のペーター像の、まあ、イエス。 である、ありますから、当然中央もイエスいうことになるわけですね。腕でつながりました。そして、えー、顔でつながって、えー、いわゆる、まあ、ジーザス、下の一番左の、えー、人物も、これもイエスというふうにつながっていきます。これは三人は、下は三人はイエス。ならち上もイエスですからね。今度は、えー、左上へ行って、それでイエス、イエス、イエスとつながっていきます。こうしてつながっていくわけです。で、もう一度、えー、1500年後のイエスの メッセージを皆さんにご覧いただきたいと思います。これは一応、ミケランジョロが書いたカシナの戦いの絵と言われています。が、しかし、早い白はここの中に、この中に数字を発見しました。7502という数字を見ました。きっかけは棒を持ってる人がいますからね。その棒を伸ばしてみたら、あ数字らしくものがあった。一番最初に見つけたのは、左から二つ目の7です。 で、あとはこのように解けます。そして、上にはボスニア語で、イボット、すなわち生きているという言葉、文字も書されています。その説明は別のところでしました。で、要するに、77イエス、50復活、27聖書となります。 で、この77から7を取り、50から5を取り、そして27から2を取って、ダヴィンチは1519年の年にですね、67歳で5月2日に亡くなったというふうに、自分の死亡日を設定して、それに合わせて死んだことにしたわけです。まあ、そういう形で、1500年後にエスは一度はルネサンス期にフィレンツに現れましたけども、まあ、一応、まあ、フィレンツを去ったということになるわけです。 まあイエスですから死ぬわけがないんですよね。神ですからね。なあち、まあこういう形で総合して考えますと、ダヴィンチもミケランジェロも1500年後のイエスの手下であったということになります。言い換えますと、ミケランジェロもダヴィンチも自分では作品を作っていなかったということになります。ですから、そういうふうに考えますと、今までの謎が評価します。 ありえない彫刻、ありえない絵ということになります。それもそのはずですよね。はるかに高度なテクノロジーを持った、1500年後のイエス、もっと言えばエイリアンがそうした作品を作っていたからです。で、ここではそれらの数字をとって、67歳の5月2日に亡くなったということにしたというふうに、まあ、林博士は判断しました。 5月というのはまあ5番目の月ですからね、メイというのはね。まあ、そういうふうにまあ取ったということですね。これはカッシュナの戦いの中に隠し込まれていた数字ということになります。その後ね、他のこうしたスケッチ画の中からまあ数字をまあ発見しています。で、結論ということになります。 今まで皆さんに話していたことを、えー、まとめて話しますと、一番右が一応ダーィンチの書いたという、それから真ん中も一応ミケランジェロの書いた絵。そして左も一応ミケランジェロの書いた彫刻、これらが繋がっています。そして、まあ、えー、一応みんなですね、まあ、こういう形で、えー、繋がっていくということです。なあ、一番みんなイエスですから、これら三人はみんな同じイエスということになります。そして私たちが知っているダーィンチの まあ、自画像のあるものは、まあ、もともと左の、まあ、原型からですね、作られた、捏造された偽物の像である。なあち、ダビンチは、この、こうした老人になっては死んでいないということになります。そして、ここに描かれているのは、皆、一人の人物すなあち、1500年後のイエスであるということですね。まあ、真ん中中央はですね、これは、あの、その特徴を備えた老人ということになりますけども、しかし、瞬膜があるというところから、全く繋がりがないわけではありません。 そしてこれらはみんなイエスであり、そしてその1500年後のイエスの目の中には、えー、トカゲ特有の、えー、春幕がある。すなわち、えー、イエスは人間、少なくとも人間ではなかったということになります。そしてイエスは 1500年後のイエスは775027という数字を残してこの世を去ったわけですね。67歳の5月2日にならち、イエスは聖書に基づき復活したというふうに解釈できるわけです。皆さんこれが1500年後のイエスもしくは今から2016年前のイエスということになります。しかし処刑されたイエスは残念ながら別人です。ですから、セントジェローム ある、あるいは、あの、あの老人の手、足には成功が残っていません。成功が残っているイエスは別に描かれています。林博氏のイエス、イダマ説はそこから生まれました。なあこの1500年後のイエスがモナイザーを描き、ピエター像を作ったということになります。そしてその手先のレオナルド・ダヴィンチなるという名前の まあ一応芸術家。そしてか、メキャランジュ・プラノティという名前の一応芸術家が、1500年後のイエスの手先となって、その絵を発表していたということになります。あるいはそれを売って、お金に書えていたのかもしれません。いわゆる、まあ工作資金と言いますかね、えー。ということになるわけですね。これが、林博氏の結論です。1500年後のイエス。皆さんに、その事実をお伝えできれば幸いです。それでは皆さん、b y フ for now.